ネットがものすごく遠く感じます。卓球台にしたら自分のコートがすごく長くなる感じですかね。下が丸く大きくなっています。まあ、僕は左足の踏ん張りが効かないというところで、こう左側に動かされた時に卓球台がこう遠く感じています。全部で20種類ぐらい、各30個ぐらいはプロトタイプ作りました。造形としての美しさを担保しつつも、競技用卓球台の規定をクリアしたデザインになっています。この卓球台ですね、リオと同じ技術が使われています。板の層を急層、より反りにくい天板というのを作っています。世界中の人がパッと見て分かるアイコン作りをした方です。